はい、皆さんこんばんは。いつも動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。本日もディビジョン2やっていきましょう。で、本日は銀行本部ヒロイック頑張っていきます。はい、それではマッチメイク。装備の方はいつもと同じような装備で赤森でいきたいなと思います。まあ頑張っていきましょう。はい、それでは頑張っていきます。銀行本部、銀行室へのアクセスコードがいる。内通者の情報によると CEO のオフィスに配置される者が金庫室の暗号キーを持っているそうだ。はい、今回はハイエナですよね。敵がハイエナを駆逐していく。で、今回はおっと、スキルはいつも通りですね。フィクサードローンにリバイバーハイブです。私に近寄るんじゃない。OK です。シーズンレベルがようやく81に私なりまして、もう少しでエキゾチックのバックパックですね、90になったら取れたんでしたっけね。メメントが欲しい、あれを使ってみたい、そういう勢いでやっております。さあ、敵はどこにいるんだ。アイアンマンめ、こっち登っていきましょうか。どこへ行ったんだ。グループリーダーになりました。はい、もう一人敵いますね。どこにおるんだ。別のエージェントがグループに加入しました。 OK ですね。はい、味方さんも入ってきてくれましたね。うん、これで安心だ。味方頼りですからね、私は。なんて言ったって味方頼り。タレントはいつも通りビジランスをつけております。で、もちろんアンブレカブルもつけております。リバウンド。リバウンドっていう名前も面白いですよね。うん、何からリバウンドしたんだい。暗号キーを探そうだ。OK です。どうやらこれが暗号キーのようだ。それでは行きましょう。このキーカードはどこを開けるんだ。鍵を一応取っていきましょうか。武器の回収もしていきます。うん、なかなか欲しいアイテムがやっぱ出ないですよね。ちょっともう一回マッチメイクしておきましょうか。うん、あら、
ビジランスをつけてるんで、できるだけ火だめがないようには立ち回りたいなとは思うんですけど、そうはうまくはいかない。金庫室は目の前だ。でもやっぱビジランスの火力っていうのはやっぱグループに加入しました。結構ありますもんね。ビジランスつけるかつけんかでやっぱ結構変わるとは思います。オッケー、認証成功。アクセスを許可します。アクセスを許可する。敵の無線を押収。先ほど取った鍵を使います。ハイエナの鍵。ミリオンが金庫室に入った。問題ない。ハマス。上でおとなしくしてるよ。悪くはない。嘘だろ、奴らは大統領を捕らえていたんだ。任務を更新する。大統領の居場所を探り連れ戻してくれ。昔は私もファマスとか使ってましたけどね。ファマスでしたっけね、うん、ちょっと忘れたんですけど、まあ、このアサルトライフルが非常に使いやすい、まあ、かっこいいですからね。形がかっこいい。クエリーを検索。さあここはブレッドキングを使っていきます。漏れた敵は味方さんに、お願いしようかな。味方だより。それがディビジョンだ。味方に頼ってもいいんだ。さあ出てこい。アイテムが邪魔なんで、一回取りますね。やっぱこの盾持ちが硬いですもんね。どこへ行くんだい。くれ。昔はここにね、あのファイヤータレットとか置いて、まあ、撃退してましたよね。もう最近はまあそこまでしなくても、みんなの火力が高すぎて全然ここでしのげますもんね。楽しいぞ。私は楽しい。さあ出てこい出てこい出てこい。検索完了。対象者の位置を特定。 OK ですね。エース大統領だ。回収用のヘリコプターを手配する。金庫室の封鎖を開始。まずいな。ブレッドキングとアサルトライフルをね、うまいことを使いながら金庫室からの出方を検索。戦うのもいいですよね。まあ近距離ではブレッドキング使って、まあ中距離とかはアサルトライフルでいいのかなと思います。これしか方法はない。アイザック、大統領の位置への道を示せ。ルートをハイライトします。ったく、ようやく役立ったな。どうもアイザック。アサルトライフルもバフが全部溜まれば80万ぐらいは出てるんで、まあいいのかなと思います。よいしょっと。さあ狙っていきましょう。
眩しい。生体信号危険領域。これは調子に乗ってるか。大統領にイヤホンを渡せる。早い、非常に早いですね。アイアンマン出てこなかったっすけ、ここ。はい、大統領待ちます。大統領こちらでございます。大統領、おっと、もう大統領話してくれたんですね。早い。ここスキルビルドでも結構楽しいんですけど、エージェントが助けを求めています。大丈夫か、エージェント。アンブレイカブルあるとね、まあ、ゴリ押しであんまり良くないんですけどできるんで。こっちから見えた、上がってこい、ゴーゴーゴー。非常に戦いやすいなと思います。私的にはやっぱアンブレイカブルが結構火力にもつながるのかなとは思うんですけど。子供は一人残らず殺して出なきゃ気が済まないから。どうち大統領を失ったことが残りの評議会に報告されたら装備品の供給が尽きるわよ。捕まえろメイヘム、奴らは下に降りる気だ。はい、早くも最終ステージですね。さあいいか、撃ってきます。さあ、何かが向こう向こう向こうって書いてありますね。なんだこれ。ここのスナイパーがちょっとうっとうしいとき。やるんで早めに処理はしたいんですけど。ローチが出てきました。またこいつだけか。ああ、余裕でしたね。早い、さすがです。ありがとうございます。それではアイテム回収して、帰りたいなと思います。エージェントがグループを離脱。はい、ありがとうございます。グルから退出。はい、そうどうだったでしょう。もう私は最初からやっていたんで、与えたダメージもいいのかなとは思います。うん、クリティカル率、ダメージもそんなもんでございましょう。
はい。ようやくね、シーズンレベルも83になりましたね。なかなかね、1日1000や2000ぐらいで、やってるんで、ちょっとレベルは上げにくいのかなと思うんですけど、まあ、頑張ってレベル上げていきましょう。で、アサルトライフルはストレインドを乗せております。はい。で、コヨーテ入れて、あとはいつも通りですね、プロビデンス入れてっていう感じで、やっております。結構このビルドが、私は、まあ、好きですし、強いかなと思います。そうですよね。まあ、ここの、バックパックとかも、結構まだまだ、厳選必要かなと思います。アーマーとかもね、いいのがなかなか出ない。どうしたら出るんだ。あと、ここ、スカベンジング、これ100超えるんですね。私、試しにずっと取っとったんですけど、まあ、100超えてよかったなと思いながらやっております。まあ、99になったらどうなるかなと思って、まあ、そのままにしてたんですけれども、まあ、どうやら、999ぐらいまで行くのかな。まあ、999つのは難しいとは思うんですけど。はい。本日はほんだら、ここまでとします。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。